実は錦織のリリースパーティーおよび揚げ食べ音楽祭2024言ってもらえるためお越しいただきありがとうございます。おいでんせよ岡山。まあ、よく岡山に住んでるんですよって言われたけどね、岡山っちゅうより山に住む。まあ自分が生きることのために生きるエネルギーを全て使う暮らし、冬なるべく灯油とかガスとか使わんと薪を切って木の命をいただいて、木の命をいただいて我が子を温める生活。もう子供を小林さんためだったら何もでも頑張れるね、父ちゃんは。東京おった頃はやれジムやらヨガやらやっとったけど、もうそんな暇ねえっちゃ。もう自分のエネルギーは全て生きることに使うことにしてるから。そしたら東京おってジムやトレーニングしとった頃より体がバキバキに鍛えられる。ほんでスポーツの筋肉っていうのはすぐ落ちるな。だけど百姓の筋肉は落ちんと。百姓の筋肉は落ちん。だから俺は自分の村のじいさんたちと風呂に入るときに、あの70や80の背中、ずっと働いてきた背中、もう彼らの、そして彼女たちの肩甲骨の裏に張り付いてるサバの味噌煮みたいなやつ、もうね、二十歳はそこらで何かがかっこいいと思ってたのはもう終わったな。70、80のあの背中を見て今45の俺はな、かっこいいもん見つけたよ。あれになりてえって思ってる。地球を生きる人類として山、まあ、命をいただいて命を返して行きましょう。スマイルワンダーピース。